皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラーフラーカワイルナのアスカカマエフです。今日は顔つけについてお話しします。表情豊かに踊りたい場合、お顔を手の方向に向けるというのはとても大切なことですよね。今日は手の方向を見るときに、胸を使う場合で、お顔だけを使って手をの方向を見る場合、あと目だけ使って手の方向を見る場合、この3つを踊り分けたいと思います。で、その中でどれが一番表情豊かに見えるか確認してみてください。今から正しい例をします。正しい例というのは、胸を使って手の方向を見るというような場合です。少し惜しい例というのは、お顔の向きだけを使って手の方向を見るというようなバージョンです。でも初心者の方なんかはこの例を使って踊っていただいた方がいいと思います。目の玉だけで手の方向を見るというような例になります。踊れていたのは胸を使って手の方向を見た場合だったと思います。顔を使って手の方向を見る場合は、表現はある程度は豊かに見えてたと思います。 ですので初心者の方なんかがお顔つけをされる場合は、この方法を取られるのが一番安全でいいのではないかと思います。で、それに対して目の玉だけで手の方向を見るというのは、一番表情が乏しく見えていたと思います。今日は顔つけについて説明しました。ポイントは、表情豊かに踊るためには胸を使って踊るです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。